はい、どうも皆さん、こんにちは、ガクチャンネルのガクです。マイクの音はこもってるかもしれませんが、ちょっとごめんなさい。今日はですね、あいにくの天気なんですけれども、僕の休みの時がもうずっと雨ばっかりで、でもね、ちょっとね、気晴らしに、スタンプラリー旅、何箇所かちょっと行こうかなと思って、今向かってます。現在ですね、緊急事態宣言が大阪、京都、あと三重もかな、この辺りが出てるもんで、あとまあ兵庫県とかも出てますけど、で奈良はね、特に出てなくて、でももう奈良県内の道の駅はほとんど行ってしまったんでね、今現在、奈良からですね、今日は滋賀県の方ね、滋賀県は出てなかったんで、滋賀県の方をちょっと目指してね、何箇所か回ろうかなと思ってます。特にもうなんていうんですか、あんまり無理して行くつもりもなくて、今日はですね、朝から雨で、昼くらいから晴れてくるという予報だったので、まあまあとりあえずなんとかもう、行こうかなということで、出発をしてしまいました。まあ結構な雨ですよね。なかなか辛いものがあるかもしれませんが、まあ僕の場合は、毎日ですね、通勤でバイクで行ってるもんで、雨もですね、そんなにこう、なんていうんですか、雨の日走るのが嫌だっていう感じはないんですよね。ただまあちょっと山を抜けていくところが若干ですけどあるので、まあそのあたりが通行止めになってたりとか、ちょっと危なくないかっていうのはちょっとね、気にしながら行きたいかなと思います。前にですね、三重に ETC をつけに行った時と同じようなルート、途中までなんですけど、通って行って、そこから分岐してね、ちょっと山を抜けて滋賀県の方に入っていくという感じになります。結構な雨やだな。撮影環境としては今オズマアクションをヘルメットの前に、ですね、つけております。一応ですね、ジップロックじゃないですけど、ビニール袋をかぶせて、レンズのとこだけね、丸く切って開けて、でまあちょっとうまくこう、なんですか、レンズだけが出るように水が入ってこないように加工をしましてですね、それで今やっております。でマイクアダプターをつけて、でそのマイクアダプターからマイクはね、外部マイク で今日はタスカムのですね、ピンマイクを使って収録をしています。前にちらっとお話ししたと思うんですけどね、PC 用マイクをちょっと加工して、ヘルメット内に、装着をしてたんですけど、どうもいまいち音が悪いということで、まあ、今日今走ってる、時の、こう、なんですか、音、喋ってる音声と、まあ、三重のとか行ってるところ、の音声を比べていただいたら多分違いが分かるんじゃないかなと思うんですけど、多少私が滑舌が悪いというところはちょっとご勘弁いただいて、まあ音声だけをね、聞いていただいて、ちょっと比べてもらったらなと思います。タスカムのマイクね、ピンマイクのこう、なんですか、タスカムの何だったかな、なんとか10L っていうやつね、音声録音する機械ですけど、それに ついてたね、付属してる、マイクなんですけど、これいいんですけどね、マイク単体だけでもね、8000円くらいするんですよね。だからヘルメットにつけるだけで買おうかなと、ピンマイク何か買おうかなと思ったんですけど、これね、ピンマイク難しいですよね。だからいろんなやつが安いのから高いのまでありますけど、安いの買って失敗する、まあ、この前 PC 用マイク買って失敗したわけですけど、
まあ1万円くらいのやつを買ったとしても、それで本当になんか相性みたいなもんもあるので、ちゃんとねいければ、まあ1万円でも高くなかったなと思えるんでしょうけど、それでダメだった時のショックがでかいんでね。まあだから8000円出しても同じこのタスカムのピンマイクを買った方がいいのかなと、ちょっといろいろ悩んでおりましてですね。まあタスカムのこのピンマイクもね、ちょっと刺すところがね、タスカムのその機械に接続するときに抜けないようにね、こうなんていうんですかね、スクリュー式になってるんですよね。こうネジで確実にガチッと止めれるように。でも逆にこのオズマクションとか他のやつに接続する場合は、ちょっとねそれが逆に邪魔なんですよね。ちょっとね、だから使いやすいかって言われるとそうでもないんでね、なんかいいマイクないかなとかなんかそういうふうに思っています。ここはねもうだいぶ前に土砂崩れをしたとこですね。よいしょ、土砂崩れをしてずっと工事やってますよね、ここも。はい、今シールド開けましたけど、やっぱりシールド開けた方が音が困らないからいいのかな。まあ今日雨だから絶対無理だけど、はい、まあそんな感じでね、ちょっと今日は雨の中行ってみたいと思います。はい、よいしょ。おじさんも大変だな。今日は工事やってないと思うけど。今木津川ね、京都の木津川の横。まあ僕、まあ奈良って言ってもね、もう奈良市の真上がもう京都府なんでね、県境なんで、だすぐ京都に入ってしまうんですけど、京都ではどこも止まらずにね、そのまま、滋賀県の方に抜けていくという感じに、考えてます。一番最初に行くところがね、ちょっと道の駅なんていう名前か忘れちゃったんですけど、ちょっと山の中にあるようなところみたいですね。まあそこが一応9時が開店っていうかね、9時にならないと店が開かなくてハンコも押せないっていうとこだったんですけど、本当はもうちょっと早く出ようかなと、思ったんですけれども、ちょっと雨足が強くなってきましてですね、それもあってちょっと出る時間を遅らしてたんですけど、まあ、一向に雨が、こう弱くならないということで、もう我慢ならず出てしまいました。ちょっとね、まあこんな時に山あいに入っていくのもどうかと思うんですけど、多分ねそこまでね、なんていうんですか、山って言ってもなんか険しい山じゃないと思うんですね、今日のルートは。だからまあまあまあ大丈夫かなというふうに思ってるんですよね。奈良の山間部なんかこんな時絶対行きたくないですけどね、あの十津川とかねそっちの方には絶対行きたくないですね。本気で土砂崩れとかでなんか立ち往生したりとかなんか死んでしまいそうな気もするんで、あの本当に行きたくないですね、向こうはね。まあこっちくらいだったら多分ね大丈夫かなと思って、今向かってます。で今日はね、あれですよ、もうスマホナビにしてます。雨が降ってるんでね、前から使ってるポータブルナビは、僕のやつはねバイク用じゃないんで防水も効いてないんで、まあそれはあれもジップロックかなんかかぶせて使うことは可能なんでしょうけど、まあそこまでするのもどうかなと思って、もう今日はスマホナビにしてます。はい、早くね雨が止んでくれるのを祈って。まあ本当はね、コロナも明けてちょっと気分が良くなればね、バイクでせっかくこうブイストを買って荷物も乗るようになったんで、バイクでね、ドローンを積んで、撮影なんかも行ってみたいんですけど、まあやっぱりねちょっとあまりうろうろしすぎるのは良くないなと
ということで、今日もあれですよ、予定としてはもう道の駅を回って半コースだけで、ご飯も道の駅でちょっと買って、まあ、できればもうレストランとかそういうところね、食事するとこに入らずに、買ってね、まあ、最悪コンビニとかで、コンビニはちょっと雨しのぐるところがないからしんどいかな、まあ、そこでね、食べてっていう感じにしようかなというふうに思ってます。お、自衛隊の車か。これ多分奈良のあれかな。奈良は航空自衛隊のね、なんかね、基地があるんですよ。士官学校みたいなね。そこ自体には飛行機はいてないんですけどね。士官学校的なやつがあるんですけど、航空祭とかもやってるみたいなんですけどね、全然行ったことがないんですよね。自衛隊の車かっこいいですよね。あんまり自衛隊もだから基地が近くにないから、そんなに車を見かけるっていうことはないですよね。はい、そしたらね、今木津川の横の、まあ、道路を通ってるんですけど、ここからね、山あいにちょっと入っていきます。ここの道はね、多分僕通ったことないかな。通ったことあっても1回通ったことがあるかどうかなんで、ちょっと道の状況がね、あまりよく分かってないですね。あー、これ違うわ、ここじゃない、こっちや、ややこしいな。はい、ということで、まあ何かあればまたね、ちょっと、見どころがあればって、撮影をしたいと思いますけど、まあ撮影したいと思った時にもう通り過ぎてる可能性の方が高いんですけどね。まあ、もうちょっとだけこの山あいの道ちょっと撮ってみますか。ね、って言っても結構なね、こう幅があるから、多分そんなにね、あれですよね、なんか険しい山道っていう感じではないです。あ、バス通ってるから全然大丈夫やわ、これ。まあ、とは言いながらも、奈良の山奥もバス通ってるんですけどね。こんな綺麗な道じゃないですよね、大体が。はい、まあ大丈夫そうですね。はい。じゃあ、またちょっと道の駅着いてからになるかな。また撮ろうと思います。ではでは。はい、どうも。あれから、まあ20分くらいは走行したと思うんですけれども、結構ね、思った通り山道でした。ただ民家がね、ところどころあるの でバスもね、なんか通りますみたいな表示があるので、多分ね、そこまでね、こう道は悪くはないと思うんですけど、でもちょっと細い山道、今はちょっと集落みたいなとこ入ってきてますけどね、っていうのがありました。ちょっとバイクの話またね、あ、バスがいてる。ね、バスの運転手さんも大変ですよね。はい、結構ね、こう、ブーストをいじってきてね、まあ、最初、スプロケットをね、買いましたけど、14丁がもともと入ってて、それを15丁に変えましたけど、やっぱりその時にね、14丁の場合だとちょっと低速っていうか、あの低いギアでね、結構トルクが逆にちょっと強すぎてっていうか、若干ちょっと走りにくいなっていうか、まあ、出だしはねいいんですけど、すぐにチェンジポンポン上げないとダメなんで、やっぱりちょっとしんどいなっていうね、感じがあったんですけれども、それが15丁に変えると、まあそこら辺はねちょっと解消されて、まあ、ただまあ当たり前のことなんですけど、やっぱり発進時のトルクとかはちょっと減少したりとか、いうところはどうしてもね、出てくるということで、まあ仕方ないですね。で、高速、まあ、行きでのこう、高いギアね、高いギアの方で、まあ速度が出るようになるんで、エンジン音はね、ちょっとこう、静かになりますけど、逆に例えば5速、6速とかでちょっと、
なんて速度が落ちて、そこからアクセルをね、ギアを下げずに、加速しようとした時のこの、加速感っていうのはどうしてもね、やっぱ落ちてしまうっていうところが、ありました。でそれをですね、なんとかしたいっていうか、まあ、ちょっとでも改善できればっていうところがあって、あとはあれですね、この V 字とやっぱり、まあ、あくまでもやっぱ2半っていうこともありますから、どうしてもこうエンジン音がね、結構高回転域になってくると結構こう、うるさくて振動がありますね。でそこがね、どうにかならないかなってそれも思ってました。で、もう結論から言いますとですね、静電ボルト、僕前ご紹介をしましたけど、静電ボルト、あれをねつけるとね、エンジン音とかそういうのは、まあ、ちょっとどこどこ感が増してトルクがアップするってご紹介をしてましたけど、まあ、あれを本当につけるだけでかなりこう5速6、まあ、低回転域からのトルクもアップしますし、高回転域でさっきも言いましたように速度が下がって、でギアをね、下げずにアクセルを吹かした時のこの加速感、これがね非常に楽になりました。だからまあ、ボルトだけの話なんで、一回ね、試してみたらいいかなと思うんですね。あれは本当におすすめです。で、次に変えたのが、パワーボックスパイプ。SP 忠夫さんのパワーボックスパイプ。こちらをですね、変えました。で、これを変えたことによってですね、やっぱり全体的にトルクがアップして、なんて言うんですかね、ギアの変速とかの時のこの加速感というか、そういうのがなんかこう滑らかになった感じですね。こう変化という意味で言うと、僕は前もこれも言いましたけど、静電ボルトつけた時の方がなんか効果アップを実感できたというのはあります。もしかしたら静電ボルトなしで SP 忠夫さんのやつをつけたら、もっと劇的な変化を体感できたのかもわかんないんですけど、静電ボルトが本当にね、逆にいい意味で期待を裏切って効果があったという感じはしてますね。まあ何度も言いますけど。でも、やっぱりね、SP 忠夫さんの、液体を入れてから、それが全体的に、こう、なんていうかな、鳴らされたっていうか、調和が取れたというか、とても走りやすくなりますよね。で、どうしてもそうなってくると、さっきも言いましたように、エンジン音がちょっと気になってきたわけですね。あと、振動と。やっぱりこう、高回転域になってきた時のこの、やっぱり振動が一番ですかね。ちょっと今ね、ここ、これ、このね、ハンドルのスタビライザーをつけて、だいぶね、振動っていうのは抑えることができるんですけれども、それでもね、やっぱり振動っていうのがやっぱり結構来てたんですよね。でそこで変えたのが、プラグね、プラグ。ボトデラックスというプラグを、つけました。でこれをつけたことによってですね、さらにこう調和が取れてっていうか、こうエンジン音が全体的に静かになりましたね。で、まあ、その3つを今やり替えた状態ですね。クロケ、そしてスプロケット、あ、4つか、スプロケット、静電ボルト、で液体、あれだけか。まあまあ、そんな感じですね。だから、それでね、だいぶね、走りやすくなりました。はい。で、次は、まあ、行くとしたら、サイレンサーね、サイレンサーを交換するということになると思うんですけれども、それはですね、ちょっと、まあ、つけるんだったら、どうせつけるんだったら、ちょっと SP 忠夫さんのサイレンサーやってみようかなと思ったもんで、サイレンサーがね、結構お値段が7万くらいするのかな、あれ。だから、ちょっと、お金貯めようかなという感じですね。まあ、すぐにつけるのはちょっと難しいなという感じがしてます。はい。まあ、でも、今それね、変えた状態、今の状態でもね、かなり、こう楽に走れるようになりました。だから、ちょうど、スプロケット16、あ、じゃあ15兆に変えた状態でのその調和が取れてる感じですね。あら、なんかイベントとかやってるのかな、これ。
バイ、あ、自転車だな、あれ。自転車のイベントとかがあるのかな。すいません。はい、まあ、そんな感じですね。だから、とてもね、今ね、満足できる感じの走りになってきてます。最初スプロケットを15丁に変えただけだと、まあ、奈良の山のツーリングね、和歌山に向けてとか行ってた時、道の駅旅ですよ、それもね。それ行ってた時はですね、なんか、こう、やっぱり、ちょっと走ってて気持ちよくない感があったんですよね。ちょっとどうなのかなっていうね、なんかこう、楽しくないっていうか、まあ、面白いっていうか、まあ、買いたてだったのもあって、まあ、バイクの様子見っていうことで行ってたわけですけど、あの時はね。でも、なんかその、走っても楽しさっていうのはあんまりそこまで感じれなかったんですけど、今はね、いろいろ変えてみて、かなりね、こう、走ってる楽しさが出てきましたね。はい。まあ、と言ってもね、そんな、ブン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 、なんですか、スポーツバイクみたいに、こう、コーナー楽しむっていうか、ガンガン楽しんでいくバイクではもともとないので、そういう楽しみではないですけどね。まあ、走ってて楽しいなと思えるような仕上がりになってきました。だから、不満点が解消されたということなんでしょうね、多分ね。はい、そんな感じです。今ね、だいぶ抜けてきました。多分今、しがらきの方を向いていってると思うんですけどね。走ってみてね、この道ね、多分一回だけ通ったことありますね。僕多分、僕一回通った道はね、結構道の雰囲気でも覚えちゃうんで、道大体ね、その道の覚えはいい方なんですよ。うん、ここ一回だけ通ったことあります。はい。まあだからなんとなく途中まで走ってた、ああ、確かこんな道だったなっていうのを思い出したんでね。まあまあ、そんなに、こう、山道でしたけど、そこそこ、安心してね、走って通り抜けることができました。もうここからはね、なんで、ちょっと広い道、そんな山道はなかったと思います、多分ね。はい、次、右ですね。信号右。はい。今日はですね、服装は、ワークマンのですね、イージスの、レインウェアを、薄手の分ね、着た上に、冬用のイージスの防寒着、防水も効いてるんで、レインウェアと防寒着が一体型になったようなやつね。それを着てます。レインウェアの上にね。だから暑くなってきて雨が止んだら、この上のイージスをね、ちょっと脱ごうかなと思ってます。冬用のやつね。で、靴はね、太一の防水の靴を履いてきたんですけど、これももうちょっと年数っていうか結構ね、もう毎日通勤で履いてる分なんであれなんですけど、結構もう中まで染みてぐしゃぐしゃになってますね。まあこんだけ降ってたらもう仕方がないですね。はい、ということで、まだもうちょっとかかるのかな、なんだ違うな。前のおじさん、車のおじさんなんか、運転しながらなんか前のダッシュボード拭いてますね。いや、えらい運転してるな。まあ、もうちょっとかかりそうなので、また着いたらね、撮影していこうと思います。ではでは。